皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ドッキュンドッキュンコマニョンです。はい、皆さんよろしくお願いします。なんかめっちゃピンク、なんか久々に私を見ない間に変わったなって思ったでしょうね。めっちゃピンクなんだけど、びっくりしちゃった。こんなにピンクにしたの初めてってぐらい、撮影でちょっとピンクにさせていただきました。ネイルもして可愛い、ありがとうございます。はい、ということで本日はですね、私のチャンネル大人気企画もう終盤でございます。もう次楽器シリーズ何やろうと本当にもう迷ってるぐらいなんですけども、なんかいいやんったらコメントで教えてほしいなと思うんですが、今回ですねやらせていただきますのはこちらです。私が打楽器を始めた理由です。はい、やっと私の担当楽器が来ました。まあ、未だに言われるんですけど、私ってめっちゃ楽器持ってるので、コマニアさんいろんな楽器吹けてすごいとか、楽器上手とか、まあ楽器上手なのは上手なんですけど、管楽器上手とかすごい言っていただけるんですけど、私本当に管楽器持ってるだけで吹けないんですよね。私の本職は打楽器なんです。なので今回は自分の体験も交えながら、インスタグラムで募集した打楽器を始めた理由、皆さんに紹介していきたいと思います。それでは早速行きましょう。レディゴー。顎関節症になって、そういった物語どっかのアニメでも見たことあるなって、こう響きユーフォニアムで顎関節症になった先輩がいてみたいな話があった。まあ、その先輩は楽器やるっていうあれじゃなくて、マネージャーになるっていう選択をしたんですけども、まあ、やっぱ手を使う楽器っていうのは、やっぱりその口を壊しちゃった人とかにとってはすごく救いの楽器ではありますよね。その新たな道を開いてくれた私はすごい嬉しいなと思います。エレクトーンが弾けると言ったらいつの間にか打楽器になってた。エレクトーンって手と足を同時に動かすんですよね。で、手と足を同時に動かす楽器といえば、そうです、ドラム。ドラムがあるので、まあそういったことだったら、まあ突然的にドラムをやるになってしまいますよね。それはしょうがない。だって私の、その高校の同級生牧田先生もドラムを結構高校の時やってたんですけど、エレクトーンをやってたんです。彼はそうだから、エレクトーン上手な人はドラムも上手なんだって思います。姉がやってたから。まあそうですよね。だいたい今その楽器を始める理由で、どのパートにも共通するのが、自分の身内、まあお母さんとかお姉ちゃんお兄ちゃんとかやってたっていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。で、私の妹いるんですね、こう見えてね。妹も私が打楽器やってたから打楽器を始めたんですよ。はい、まあ、そういった感じで、まあ、身内がやってるからやるっていう人すごくいっぱいいるんじゃないかなって思います。はい、先輩がイケメンだった。そうなの、打楽器って意外とイケメンな先輩いるんだよね。待って、私今いなかったんだけど、打楽器やってる人って結構男子の確率が高いと思うの。やっぱドラムとかがあるから、意外とイケメンな先輩いるのよ。これがまた私の代すごく男子多かったんですよ、高校の時。でも誰一人イケメンいないな、おかしいなって。そういうこともあるよね。そういうこともあるんですけども、イケメンでいることもあるよっていう感じではある。入学式の演奏のスネアがかっこよすぎて入ろうと思ってなかった吹奏楽部に入部して始めました。素晴らしい。こういうちっちゃなとこも見てるんですよね。新入生っていうのは入学式の演奏手抜いてませんか？入学式の演奏でネタしてませんかね。そういうことなんですよ。かっこいいと思って入ってもらえる、そこからもう勧誘は始まってるんですよ。勧誘に必死になるって もちろん大事だけど、そういう日々の積み重ねっていうのはやっぱ見てますから、皆さん。そういうとこやっぱね、大事にしていきたいなと思いますよね。それを見つけたこの方もすごい素晴らしいなと思います。飽きやすい性格だけど、打楽器ならいろんな楽器ができて飽きないと思ったから。わかるけど、私は結構一個の楽器を極めたい系の人だったので、いろんな楽器を実はあんまり得意じゃないんですよね。まあ、まんべんなく人並み以上にはできるかなっていう部分ではあるけど、結構もう本当にもうほぼずっとティンパニーって感じだったので、逆にもうもっと他の楽器やっとけばよかったなっていう後悔が今あります。特に鍵盤系とかもうもっと上手になりたいなと思ってるし、もうなんなら電子マリンバとか買おうかなと思ってるぐらい、まあ、それぐらいもっと頑張ればよかったなと思ってます。でも本当打楽器の醍醐味ですよね。いろんな楽器ができるっていうのはし、醍醐味楽しさでもあるけど、逆に大変さでもある。一個の楽器を極めればいいだけじゃなくて、いろんな楽器をできなきゃいけないからね。打楽器って簡単って言ったら本当にみんな切れるからね。やめた方がいいよね、わかるか。先輩がとてつもなく優しかったか、入部後はバチボコ怖かったです
ダッキンの先輩で怖いとかある？まあ、あるか。私も中学校の時の先輩、二校の先輩めっちゃ怖かった。実際ね。マーチングの学校だったんですけど。合ってると思った人から手を挙げてくださいみたいな。あ、もう怖かったですね。あと一人ずつ基礎練やらされたりとか。まあ、演奏に対してすごく厳しかったけど、私は全然嫌いじゃなかった。なんて言うんだろう。その自分がきつく言うし、自分もちゃんときつく追い込まれてるというか、頑張る。自分にも厳しい、他人にも厳しいって感じだったから全然 OK。ね。私その先輩になんかマーチングやってる時もさ、歩きに対しても注意されるわけじゃん。その先輩すごい歩きも上手だったんですけど、小林くん次かかと上げてなかったらうちそういうことだと思うからって言われたの。怖いね。今はそんなの悪い話ですけどね。叩けば音鳴るやん、かっこ西関東金賞より。私も思ってた、叩けば音鳴るよん、全国大会金賞打楽器奏者よりって感じ。私管楽器吹けなくて打楽器に行ったんですよ。もともとやりたかったのはトランペットで、トランペットやりたかったけど周りの経験者の子たちが上手すぎて諦めて、打楽器叩けば音鳴るやんって思って打楽器に入ったのが始まりなので、だから叩けば音は鳴るんですが、ここからが打楽器の難しいところなんです。音を鳴らすことが難しいんじゃなくて、上手に演奏することが難しいのが打楽器なんですよ。皆さんわかりますか？打楽器も上手になるってもちろんあると思う。でも音を鳴らすことの壁が厚すぎて、そこからは緩やかに上がっていくじゃない？上手になるのって。打楽器はもうずっと緩やかなの。で、ずっと緩やかにコツ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 頑張っていくしかないんですよ。あと、生まれ持ったセンスっていうのはやっぱ打楽器には必要だなと思う、私は。まあ、努力でどうにかなることもあるけど、まあ、楽器全体に言えることだけど、センスっていうかポテンシャルっていうのは、やっぱ生まれ持ったものが大事だったりするから、やっぱそういうのがあったっていうのもあるのかなって。マスクを外して顔を見慣れるのが恥ずかしかったから。なるほどね。これコロナ禍のてか今のあの学生たちならではの発想じゃない？昔からマスクしてる子はいたけど、より一層マスクにさ馴染みがある世代じゃん。だからさ、こういった考えの子がいてもマジでおかしくないなと思うし、そうだよなって。でもほんとマスクの下の顔知らないってどういう感覚なんだろうってすごいね思うわけ。部活紹介でドラム叩いてた女子の3年生に心持っていかれました。そうですよね。やっぱドラムに憧れる人多いし、私もドラムの先輩に憧れて、あ、パーカッションいいなと思ったのもあるんですよ。管楽器音じゃなくて、あ、どうしようと思った時に、そういえばドラムやってる先輩めっちゃかっこよかったな、打楽器って叩けば音鳴るじゃん、打楽器行こうってなったのが打楽器始めた理由なので、本当にドラムってめちゃくちゃ美味しいとこ取りというか、しかも見てわかる、初心者の子たちが見てもわかるかっこよさというか、トランペットの音がいいとかさ、かっこいいとかあんまわかりづらいけど、なんか打楽器って見せる楽器じゃん。視覚的にも見捨てる楽器だから、なんかずるいというか、まあ、ちなみにそんな私も中学3年生の時はドラムも、まあ、やっていたんですね。新入生歓迎会の演奏みたいな。で、私1年生の中でドラム上手い先輩みたいなのがあったんですよね。実は中学3年生の時水分以外の子たち後輩からも、あ、ドラム上手い先輩だみたいな、なんか申し訳ないなと思って、私ドラム上手いパジなんだと思って、ありがとうございます。なんかコバニャンさんがやってたからですよねえ。やっぱりあなたってセンスがあるんだなって思います。やっぱりなんかこういう私を見てやりたいと思ってくれてるっていうことは、すごくやっぱり私のチャンネルを見てくれてるんだなと思うし、私のやっぱ活動が報われる時だなって思うので、すごく嬉しいです。ありがとうございます。コバニャンさんが言ってた通りに、ダーキーって楽しいな、シスロキーって楽しいなと思っていただけるとすごく嬉しいなと思います。ありがとうございます。コバニャンさんがティンパニを叩いてる姿を見て、実際にティンパニをしたいと思ったからです。もうありがとうね。なんか申し訳ない。やっぱり私って超有名吹奏楽系インフルエンサーだから、まあこうやって思っちゃう方いっぱいいるのしょうがないなとは思うんだけど、今後とも私のチャンネル見て参考にぜひしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本当に打楽器始めた理由、私も似たようなことばっかりだったので、もうめっちゃわかるわかるって感じだったので、理由は何であれ始めたわけですから、もう皆さんに極めてほしいなと思うし、まあ、打楽器って一番お金がかからないパートだと思うんですけど、一番どこでもやれる楽器じゃないというか、大人になったら楽器をね家に置くわけにもいかないし、楽器を持ち運べるわけじゃないし、そもそも楽器でかいしみたいなことがあるので、大人になっても趣味程度に続けていただけたら嬉しいなと思います。みんなありがとうね、私を見てくれて憧れてくれてありがとうございます。はい、ということで本日も見てくださってありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、お褒めのコメントお待ちしております。それでは皆さん、また
また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。